はい、それでは今日は奈良時代の人々の暮らしについて学習します。はい、この後流れる動画は、埼玉県さいたま市の月神社というところのものです。ちょっと見てみましょう。これね、普通神社っていうと狛犬がいるもんなんですけど、これ見るとですね、狛犬の代わりにウサギなんですよね。珍しいですよね。後ろにね、調べる神社と書いてありますが、これを月神社って読むんですよ、ね。はい、ウサギがいて珍しい。もう一つはですね、神社っていうと普通鳥居があるんですけども、この鳥居上の方がなくて柱だけになっているんですね。これもちょっと変わってますね。壊れちゃったんですかね、なんてね、ちょっと不思議ですね。後でこれを調べたいなと、説明したいなと思います。それから神社の横にこう由緒書きといってですね、普通難しいことがいろいろ書いてあって、実はこれ読むとね、意外と歴史のことが分かるんで、今度はみんなもし神社に行ったら注意して読んでみてくださいね。由緒書きについても後で説明します。神社にお参りする前に手水屋というところでですね、手や口を清めるんですけども、普通ね、竜だったりとかするんですけど、ここはウサギの口から水が出てるっていう珍しいね、ウサギ好きの人はぜひ行ってみたい神社の一つです。はい、これが月神社のお参りをしているところになりますね。さっきの調べるっていう字が月とも読むので、ウサギがいる空の月とこう結びついて、月神社でウサギがいっぱいいるっていうことなんですね。はい、それでですね、もう一つですね、さっきの鳥居がなかったことや、なんかをね、その月って何だろうってね、空の月以外にもう一つ調べるっていう字を月って書く何だろうっていうのをね、ちょっと考えてみますね。さっきの由緒書きを拡大すると、ここに調べるという字が見ますね。月物と読むようですね。これはね、貢ぎ物を表しているんですね。なので、古代に豪族だとか大君なんかにこう貢ぎ物をする場合にも月と言ったようですけど、その後律令制度が整って、大宝律令なんかできてね、それぞれの人が納める租税、税金が決まって品物で納めたんですけど、それについてもこの、調べるという月ね、超ということで税金の一種となりました。さらにですね、ここに武装屋と書いてありますが、この武士の武は武蔵の国、現在の埼玉県東京都のことです。総は上総下総といって千葉県のあたりのことです。野という字は上野下野だから、群馬県や栃木県のことを表しています。つまりここにですね、この関東地方の広い地域からいろいろな貢ぎ物が集まってきて、この神社に集められて、そして朝廷に持っていくということなんですね。または伊勢神宮など大きな神社に納めるということになりますね。それでですね、さっきの、ね、鳥居の上の部分がなかったんですよ。大きな荷物がちゃんと通れるようにね、ぶつからないようにですね、鳥居の上の方がなくなっていたということになります。さあ、その月の調べるというのは長ですが、奈良時代の人々の負担、今でも税金というのは取られていますが、昔はね、お米を集めるのを租と言ったんですね。今税金のこと税金税金と言ってますが、正式には租税っていうんですけども、この租という字です。それからね、用、これはね、労働力を出す。それからね、長、これがさっき出てきたんですね。さっきの租以外のね、税のことを言うんですね。租は基本的に稲を納めるんですけども、各国だ、群馬だったら上野、ね、栃木だったら下野の国府に納める、ね、国衙に納めるということになります、ね。用の方はですね、本来は仕事をする、ね、労働をすることを、ね、表しているんですが、いつも労働があるとは限らないので、労働の代わりにお米や布で納める。でこの場合ね、自分で都、つまり平城京まで運ぶということになります。長は布で納めたり特産物で納めます。まれに、この間和道開珎について学習しましたが、銭で納める場合もあったようですが、この頃実は日本の地方にはあまり銭は普及していなかったので、実際には布や特産物を納めたことが多いようです、ね。さて、労役に関してはですね、増用と運客というのがあります。実はこの運客というのが平城京まで荷物を運ぶ仕事のことです、ね。はい、それから兵役、今は日本には兵役はないです。明治時代には徴兵令というのがありましたが、
昔は古代には兵役があってですね、絵師と裂き盛りといいます。絵師は平城京など政府の機関の警備をします。裂き盛りは海外の敵と戦う時に使うんですね。どこが敵でしたかね。白式の上の戦いの後に、備えたなんていうのを習いましたが、これは朝鮮半島や中国からもし関係が悪化して戦争になった場合、九州が危ないということで九州に行くのが裂き盛りでした、ね。はい、さっき言った運客が、長とか用などを都まで運ぶ仕事です。これもね、選ばれてね、この仕事をさせられた人がいたわけですよ。そしてこれが、木でできたものですね、木簡というものです、ね。これね、紙はまだ発明されていないか、発明されていたとしてもとても高いもの、貴重なものだったので、日本では木に書き、木の板に書いてるんですね。一番上に紀伊の国、読みにくいと思いますが、今の和歌山県、下の方から1,2,3,4,5番目の字に長という字が出てますね。長として塩を三島ね、和歌山海で塩を取ったんですかね。そして三島というのは古代の体積の単位になりますが、こういうものを収めたと書いてありますね。木簡が見つかるとね、古代のことがいろいろ分かってですね、貴重なね資料になるんですよね。なんで発掘するときにはこの木簡を探すのが大事なんですね。はい、まとめてみましょう。祖とか陽長の他に水耕といってですね、もみね、稲をの種をですね、農民に貸し付けて利息を取ると、まあいろいろあの手この手で、税を集めようとしているのが分かりますね。非常に負担は重かったようです。さあ、これは、群馬県の高崎市にある石碑ですね。漢字ばっかりのように見えますが、実はこれね、ひらがなやカタカナのように漢字を使ってるんです。まだひらがなカタカナできてないので、このね、漢字を、昔ふざけてよろしくなんて漢字で書いたりしますよね。それと同じように、これ万葉仮名ですね。万葉集に書いてあります。東歌ですね。これは関東の人の歌という意味です。ね。日の暮れに薄いの山を越える日は、背などが袖も鞘に降らしつと書いてありますね。薄い、群馬県の薄い峠の越えていくんですね。なんで薄い峠の手前に裂き盛りの集合場所があったようなので、この歌は多分裂き盛りに行く人を奥さんが見送っている、背なのというのは夫、袖を振っている、ね、今3年間裂き盛り行くので袖を振ってるんですね。昔は恋人同士とか夫婦同士がこう袖を振るっていうのが、まあこう愛情の表れと考えられていましたね。はい、まあ意味としては薄いの山をね、我が君、ね、私の夫が越えていくね、そういう歌でした。まあね、夫思いの奥さんが夫と の3年間の別れを惜しんで、作ったんだなって、単純に思えばそう思いますが、これね、過去形で書いてあって、袖を一生懸命振っていた様子が印象的だったっていうことで、多分ね、私が思うにはこれ夫は戻ってこなかったんじゃないかなと思いますね。亡くなってしまった、また行方不明になってしまって、最後の姿が夫が手を振っている様子だった、袖を振っている様子だったというので、ちょっとね、ドキッとするような、ね、悲しい歌なんじゃないかなというふうに思ってしまいます。それだけね、裂き盛りってね、戻ってこない人が多かったんですよね。あ、でも戦争はね、実際にはね、唐や新羅との戦争はもうね、裂き盛りが戦うってなかったんですけども、生き返りだとか、また行った先で病気になったり、食べ物がなくて飢え死にしたりする人がいっぱいいたということです。これはね、腸や用を運ぶ運客の人も同じで、途中で亡くなっちゃう人、自分でお弁当も持っていくんですよね。それで亡くなってね、食べ物がなくなっちゃったり、またはその仕事がやれないと罰せられるので怖くて逃げちゃったりとか、そういうことがあったということね。はい、腸や素やなんかを取るにしてもですね、戸籍がないと、誰から取るか決められないんで、これ奈良時代の戸籍ですね。区分田を配って、そこから農作物ができたら、それを租税として取る、税金の代わりに取るということになります。こうやって戸籍が作られたのも税金を取るためというのも大きな役目になります。はい、江戸時代に移したものです。これね、不自然な戸籍なんですよね。16人家族なのに男が3人しかいないんですよ。これね、ちょっとね、脱税っぽい感じですね。
女だということにしている。つまり女性の方が税金の額が少し少ないんですよ。なので、わざと女だということにして税金逃れをしようと、今でいうと脱税という行為をしているってことで、政府の方はあの手この手で税金を取ろうとして、農民の方はできるだけその税の負担を逃れようとして、逃げちゃったりすることもあったようです。どこへ逃げるんだろうなんてね、それは後でまたね、勉強で出てきますので覚えておいてください。右手ご覧ください。はい、ではこちらが朱雀門です。どうぞ。はい、右手です。はい連射すごい続きまして右手も小さな船が遣唐使船です。はい、右手の船です。遣唐使船、はい、忙しいですね。あと天徳もどっか見ます。はい、いました。いや、いいんじゃないですか。はい、修学旅行の時のね撮ったビデオをちょっと入れてみましたが、復元された平城京の朱雀門と、あと遣唐使船、ね、それから東大寺の大仏殿と盧舎那仏、ね、通称大仏、これを見ました。これですね、現在これを同じものを作ろうと思ったらとても作れないぐらいものすごい金額がかかるんですね。さっきの最初にあった朱雀門と遣唐使船を復元するだけでものすごい金額がかかってるんです。平城京を復元することなんて、全部復元することなんて現在では不可能です。このようにね、非常に、立派な都が作られて、いろんな国家的な事業に、想像を、ね、絶する額のね、お金というかね資材が使われたということですよね。そして、都にいる貴族たちはこの食事ですが非常に贅沢な、食事です。これとてもね、我々は食べられないような高い食事になっちゃいます。こういうのを毎日食べてたんですね。はい、これらはどこからそのお金というか元が出るかというと、先ほどやってきたたくさんいる農民たちの税金、租税で賄われた、ね、農民たちはね、おかずは塩だったりしたんですよ、ね、貧しい生活をしてたんですね。はい、そしてですね、これ山の上のオクラという人が書いた貧窮問答家、オクラ自身は貴族なんですけども、貧しい農民の気持ちになって読んだ歌と言われています。まあね、これは想像した漫画みたいなものですが、貧しい家ですね。これ縦穴住居のようなものですね。都には大仏が立ち、大きなお寺が立ち、文化が花開いていましたが、地方は縄文時代や弥生時代と変わらないような縦穴住居に住んでいたんですね。そしてですね、その狭い住居で家族が身を寄せ合って、暮らしている、ね、役人が来てですね、税金を早く払えとか、ね、今度お前が先森に行けとか、今度蝶を運ぶから運客でお前が運ぶんだぞとか、いろいろあれこれ要求してきてですね、もうそれをね、それだけで大変なんだよっていうことがこの歌に歌われているんですね。はい、皆さんもね、中学生ですからね、小学校の時習った戦国武将がかっこいいなとか、貴族が贅沢な暮らしをしてるなとかね、天皇がね、権力を集中させてるなとかって教わりましたが、それ一体どこから誰が支えたかっていうと、名前も残らないようなこういう貧しい、ね、農民たち、まあ、私たちの先祖になるんですけど、その人たちが、わずかなご飯を食べながらですね、農業をしてですね、たくさんの税金を払って華やかな生活を支えていたんだ、ね、そういうことをちゃんと考えられるようにして歴史を学んでいきましょう、ね、はい、では今日は奈良時代の人々の生活を勉強しましたが、これからもしっかり学習していきましょうね。